こんにちは、ライスです。今回は星のカービィディスカバリーやっていきましょう。今回の動画ではホワイティホルンズのワドルディをすべてコンプリートするために、一番最初のこちら北のホワイトストリートに向かおうと思います。終わっていないミッションはワドルディを助けるの4体目と雪のアニマルオブジェを4つ壊す、そして時計台に到達、こちらです。それでは行ってみましょう。1回で終わるかはわからないんですけど、とりあえず進めてみたいと思います。では行ってみましょう。雪のオブジェってこんなところにあったりしないかなあ、この辺にはなさそうですね。そのまま行きましょう。レンジャーの能力って必要なのかな。ちょっとこういう最初にいると怖いので、レンジャーに変えていきましょう。あ、これだ、雪のオブジェ。これが一つ目。同じような形であと3つあると思うので、そちらも倒して進めていこうと思います。よしよし。周りにいるやつはとりあえずなんですけど、全て倒してやっていきましょう。どこに何があるのかがまだわからないので、進めながら行きますね。で、先に脇道、この脇には特にない。レンジャーで狙えるやつとかないですよね。あると怖いんで、とりあえず見ます。特になんか狙えそうな感じはないですね。大丈夫かな。では行きましょう。端っこ、はい、カプセルゲット。こんな感じで進めていきます。で、先に倒した方がいいかな。ちょっとわかんないんで倒しちゃいますね。あ、ここ届かないんだ。カラーの、あ、能力してる、よくない。頬張りワンショットをして、ここは数が多いね。このままいけそう。端っこまで行ったら向こうを壊しとく。で、ここも壊しとく。で、奥を壊して、はい、ここもカプセル。まだ始まったばっかりだからあれなんだけど、ちょっと怖いですね。最初のところって特に何もないのかな。あ、一つ目のワドルディがここにいますね。では能力は捨てていきましょう。お、あった、これだ。最初のところに2個あるんですね。では次行ってみましょう。これで来てよかったのかちょっとわかんないんだけど大丈夫かな。とりあえず進めて行きましょう。おお、コインも取りたいよね。届かない。はい、で、
よし、下からでも行けましたね。よかった。これで上がって中入ります。ここは来たところなんですけど、2匹目のネワドルディがここにいるんですよね。よし、これで全て回ってみたいと思っている感じです。じゃないとオブジェがね見つけられないんじゃないかなと思うので、一応全て回ってみましょう。はい、残りのオブジェは2で、時計台の到達でしょ。時計台に行かないといけないんだけど、行き方がちょっとわからないので、どうやって行くんだろう。これこのままでいいのかな。脇、あった、アニマルオブジェ3個目も発見ですね。チラチラチラ、いいかな。なんか普通に来ちゃってるけど、時計台ってどうやったらいけるんだろう。とりあえずここは倒してから行った方がいいはずなので倒します。でこれか、はい、取れました。脇とかなんかあるね、キラキラしてるのがある。行ってみましょう。階段、下って何かあるんですかね、わかんないんで、もう一回行きます。この下は特にない、なさそうだよね。あったら怖いんですけど、大丈夫な気がするのでそのまま行っちゃいましょう。いいかな、怖いね。次、ステージが3つ目かな。階段を使って移動、痛い、移動をバッタン、これで上に上がる。まあ倒しますよね、普通に。で、頬張りでいいのかな。まずはここの B、 お、カプセル、待って、あ、バッタンでいいんだ。で、ここもバッタン来たら痛いひどい、壊す。はい、なんかいけそう、この壁いけそうな気がする。ん？上から運ぶっていう感じかな。あ、スケートあった。お、オブジェある、できました。今一つ見つけましたね、オブジェ。いっぱい落とされるな、痛いな。で、これを落ち下にやってバッタン、バッタン、なんか上にペンギン出てきちゃった。で、ここもバッタンなんじゃない。あ、いけた、かわいいバッタン、あー、ありました、すごい。この子が4人目で、もう一回持ってくってことだよね、多分。こんな近いの初めてかも。階段棒針がかわいい。え、時計台の到達を先にしなきゃいけなかったのかな、もしかして。あれ、いけない、上がれない。
掘れた。時計台ってどうやっていくんだろう。ん？時計台の行き方が分かんないぞ。階段でしょ。時計台ってどうやって行くの？もうここまで来ちゃったんですけど、どうやってやるんだろう。時計台ホバリング行っていいのかな。ホバリングっぽい気もしますよね。あ、開いてる。行けるんだ。すごい。来れたよ時計台。あ、すごい。レアスターある。あ、戻ってこれるんだ。すごいね。ホバリングで時計台に行けるようになってました。面白い。帰りは帰れないってことなんだね、多分距離的に。わかんないけど戻れる。ということで終わりましたね。行けました。すごい。特にね、仕掛けがあるっていうわけなコースではなかったんですけど、オブジェの位置も面白い隠し方になってたし、時計台にも行けるっていうのを知らなかったので面白かったです。お、ハンマー初めて来ましたね。増えました。そしてゴーストゴールド、フィギュアも増えるので、いろんなコース遊びに行くのもいいですよね。はい、ということで今回のコースもワトルディコンプリートできました。これで、あれ？新しいコースができた。なんだろう、ちょっと行ってみますね。車頬張り、すべてコンプリートしないと出ないコースなのかもしれません。では行きましょう。飛び越えろ、コンベアサーキット、車で駆け抜ける。すごい。なんだこれ、速くなるんだけど。コンベアで飛び越えろって、こことかね、ジャンプ、あ、ジャンプしながら行くってこと。なんか潰しちゃってるんだけど。あ、すごい、ギリギリだ。あ、落ちちゃった。ここはジャンプダメなんだね。ぶつかってこういうことか。難しい。ゆっくり通らないといけないところもあるっていう感じかな。ここなんかジャンプが必要だったっぽくないですかね。怖っ。怖すぎる。待って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 、時間ない時間。あ、くれたくれた。これ難しい。だって40秒ですよ。2回落ちたから、落ちないで来れれば多分タイムはね出るんじゃないかなと思うんですけど。いや、びっくりしました。車頬張りトレジャー、新しいコースも出ましたね。もうこんな感じで分かんなかったんですけど、新しいのも出るみたいなので、まだ残ってるコースも次回からまた進めていきたいと思います。次はここですね。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!